最後はもちろんピカチュウ。いやピカチュウたち最高にかっこいいダンスにセッション本当にありがとう。ねえねえみんなもさもっともっとピカチュウのこと好きになったんじゃない？そうだよね、もっとピカチュウのこと大好きになった人。はい、じゃあその上げたその手を左後ろ見て、ピカチュウのショップがあるよ。いやこの後はぜひあのショップでピカチュウグッズチェックしてみてね、かわいいよ。さあそして横浜みなとみらいでは16日までピカチュウたちでいっぱいです。この後もたくさん楽しんできてほしいんだけど、みんなも分かってるように屋外はとっても暑いです。だからしっかり水分補給をするなど暑さ対策を忘れずに、かわいいピカチュウとこの後も楽しい夏の思い出作ってください。それでは私たちは次の港に向けて出港の準備です。ピカチュウたちに会いにみなとみらいに来れて本当によかったよ。また遊ぼうね。せーの。